はい。皆さん、こんにちは。熊沢でございます。えー、本日はね、DTM の話題でお送りしていきたいと思っております。えー、私、熊沢はですね、DAW ソフト、いわゆるダウソフトですよね。えー、これをですね、2つのダウソフトを、まあ、使い分けておりまして、えー、まあ、それについてね、まあ、ちょっとお話をしていけたら、 いいかなと思っております、まあなぜ、えー、DAW ソフトを使い分けるのかというテーマでね、えー、お話をしていきたいと思いますで、えーまあ、実際にね見ながらお話をしていくっていうところもいいんですけれどもまあちょっとね、あのー、お話だけでやっちゃった方がむしろ分かりやすいのかなっていうところがちょっとあって、えー、もう DAW の中身を見るというよりかは お話だけで、えー、完結していこうかなと今回に関しては思います。で、えー、っと、まあね、えー、っと、その今日お話しするので、僕はロジック、ロジックプロ10っていうものと、えー、プロツールスを使い分けてます、適宜。はい。でどういう風に使い分けているかというと、えー、楽曲を作るとき、 ね、レコーディングしたりとか、ソフトウェア音源を使ったりとか、えー、そういう作るということをするときには僕はロジックプロ10を使います。で、えミックスをするというときにはプロツールスを使います。で、マスタリングをするというときにはまたロジックを使います。はい。で、まあ音楽のちょっと用途から若干外れるんですけれども、え僕カメラマンとして映像制作もしたりしておりまして、映像の MA、まあ、マルチオーディオと呼んでますけれども、えーまあ、映像の音声のミックスみたいなあのことですねそれをするときもロジックを使ってますはいでもこの映像の方はちょっと一旦切り離して考えてじゃあそのプロツールスとロジックを僕が使い分けている理由っていうところでね、えー、お話をしていきたいと思いますはいで、えー、じゃあ簡単に言うと、まあ、できることが違うからなんですよね はい、できることっていうのは例えば操作性であったり、えーまあ、操作性がほとんどかな、はい、操作性がほとんどだったりしますね。はい、でまずロジックなんですけれども、まあ、やっぱねドアから使ってるっていう DAW ソフトを初めて買うという,うところから ずーっとロジックを使っているっていうところがあって、未だに使い続けているっていうのが一個あるんですよね。あのー、僕のその DTM 歴の中で、まずやっぱガレージバンドっていうものを使い始めました。で、ガレージバンドで物足りなくて、えー、ロジックプロ9っていうのをね、買ったんですね。で、ロジックプロ9からずーっと使っていて、そのまんま順当にロジックプロ10に、えー、乗り換えたというのが、えー DTM の僕のこう歴史なんですよ。で、えー、っと、そのロジックをずっと使ってきた関係があって、その操作性がね、やっぱその、慣れ親しんでしまっているっていうところ。それから、えー、ソフトウェア音源が非常に充実しているというところ。えー、そして、えー、っと、レコーディングをしていくときに、ひたすらね、えー、っと、同じトラックにレコーディングしていくと、 あのそれこそ割と最近割と最近追加された機能としてえー、っとそのテイクをね裏側に保存しておけるっていう概念があのできたんですよ最近は。なんですけど永遠と同じところにずっとずっとね録音していくとあの こうね、一つのリージョンの中にバゴーンってできてでコンピングがすごい簡単にできるっていう機能があるんですよね。あれでそういうところそういう本当となんかこう DAW ソフトの中でマルチトラックレコーディングをしていくっていうことだったりとかソフトウェア音源を扱うであったりとか、まあ、そういったところで非常にこうメリットが多いなっていうふうに 感じてますあの使い始めからずっとでこれは何かのソフトと比較してっていうことではなくて純粋にロジックを使い続けていてそういった点に関して作曲をするアレンジをするレコーディングをするっていうところに関してたった一人自分でやる場合においてだけ言えば全然何の不自由もなくできているっていうところでなんかと特にその乗り換える必要性を感じていないというところが1個ですね。 はい、でじゃあなんでミックスをするという用途においてプロツールスを使い始めたのかっていうことですね。それについてなんですけどやっぱりその昔からずっと僕がこう外の、えー、とレコーディングスタジオであったりとかあるいはえっと個人のクリエイターさん ととかとこうお話をする中でやっぱプロツールスっていうこのソフトウェアっていうのはやっぱレコーディングに特化してるよみたいなお話って結構聞いてきたんですけどあのあるね一人のエンジニアさんがプロツールスミックス楽だよっていう話をしてくださったことがあってでまあサブスクで使えるし一回使ってみようかなと思って1年ぐらい。で使い始めたらめっちゃ楽だったんですよ。 ロジックでは、えー、簡単にできないことが簡単にできるっていうところがあって、えっ、ー、と、ミックスをする際はプロツールスを使うようになりました。で、そのロジックとは違って、こう、ミックスに最適化されてるわけではないんでしょうけれども、あの、これは使いやすいなっていう、うーん、ふうに思うものをちょっと上げていこうかなと思うんですけど、まずロジックって、えっ、ー、と、マーキーツールって っていうのがあると思うんですよ。十字マークの、えー、マーキーツールっていうのがありまして、標準で多分普通のクリックの時はこう矢印のアイコンだと思うんですけど、カーソルがねえー、っとコマンドを押しながら使う。カーソルがあるはずなんですよ。リージョン画面のえー、っと上の方えー、っと上にこういうデータバーえ。なんか lcd。 モニターみたいなんか、えー、とカウントが出たりとかするところテンポとか出てるところのすぐ下ぐらいにカーソルと十字のマークが出てるところがあると思うんですよ。そこで、えー、と右側にひょ、えー、と左側に表示されているものは、えー、と普通にカーソルを動かして扱うための鉛筆ツールとか入ってるところね。 で、その右側にある方っていうのは、コマンドを押しながらカーソルっていうことで使っていけるものなんですけど、その十字マークっていうのが、マーキーツールって言って、えー、っと、リージョンとかをグッと選択した時に、範囲指定ができるツールがあるんですよ。で、それを、クリック、その、 ポチって押すと、そこに線がついて、そこでデリートを押すとリージョンを切れたりとか、要はそのハサミツールとしても使えるし、えっ、ー、と、そのマーキーツールをぐーっとクリックしてぐーっと範囲選択すると、そこだけ選択ができて、そこだけの間を再生できたりとか、そこだけ消したりとかできるんですよ。結構便利なのね、このマーキーツールが。ただ、 そのマーキーツールで選択したリージョンをループ再生っていうのはできないんですよ。で、プロツールスこれができるんですよ。ロジックでループ再生しようと思ったらいわゆるそのサイクルループするためのサイクルっていうのが上に黄色いバーで出るじゃないですかそのサイクルをいちいち指定しないといけないわけですよね。で、ミックスする時って同じパートを永遠永遠聞くわけなんですけれども例えばピアノとか、えー、ギターとかボーカルとか そういった、ね、あのー、割とサビだったらサビとかで永遠となり続けてくれてる楽器であれば別にそのサイクル指定でもいいんですよ。ただ「タム」とか本当に一発ものの、えー、っと効果音とかそういったものってサビの中でたくさん出てくるわけじゃないじゃないですか。なので出てくるところだけ指定したかったりするんですよ。 で、ロジックの場合は、そのマーキーツールで選択したところがループできないので、再生します。選択をして、スペースを押してね、再生するわけじゃないですか。例えば、ドドンとか言って入ってて、ドドンっったら、もう一回再生を押さなきゃいけないんですよドド再生。ドドン、再生、ドドン、再生、ドドン、再生みたいなことをしなきゃいけないの。なんですけど、プロツールスであれば、同じようなね、こう、マーキーツールみたいなのがあるんですよ。選択できる。 まあ本当はマーキーツールではないんですけど同じようにリージョン選択をすることができるリージョン単体を選択するのではなくてリージョン波形のこっからここまでっていうのを選択できるんですけどそれを再生すると永遠そこをループしてくれるんですよこれはねミックスの時にめちゃめちゃ重宝するのね でさっき言ったようにロジックのそのマーキーツールで選択したところだけ削除するっていう機能はもちろんプロツールスでも使えるのでえー、っとそこはね一緒なの。うん。だから逆を言うとロジックでそのマーキーツールで選択したところをループ再生できる機能が出たら結構楽ちんになってくることが大きいんですよね。うん。っていうのがね僕の中で結構ストレスになることが多いので いちいちその、なんだよ、そうだよ、そうだよ、ロジックできねえんだよ、と思って、サイクル領域で指定しなきゃいけねえわ、とか、結構あるんですよね。うん。っていうのがあるので、まあ、そこは結構僕の中でプロツールスを使う大きい理由かなと思いますね。はい。で、二つ目。二つ目はね、これ、何か、僕多分何度かロジック の話とかミックスの話の時にロジックちょっと癖あるんだよねっていうお話をしたことがあると思うんですけどえっとねロジックってオグジュアリートラックを作るじゃないですかいわゆるそのバストラックとかでね要はそのオグジュアリートラックを作ってそれをバストラックにしたりとかあのリバーブのトラックにしたりとかオグジュアリートラックを作る、えー、っとことってたくさんあると思います。 その時に、それがリージョン画面に反映されないんですよ。ミキサー画面には出てくるんですけど、リージョン画面には反映されない。そして、その、えー、っと、ミキサー画面に出てきたオグジュアリートラックを自由に、あの、いろんな場所に配置できないですよね。というか、そもそも、えー、っと、他のトラック例えば、その、 チャンネル1番、チャンネル2番、チャンネル3番ということで、上から順に並んでいるものの中で、ミキサー画面の中で、チャンネル3番をチャンネル1番の前に持っていくとかができないんですよ。で、それリージョン画面ならできるんですよ。例えばチャンネル3番に入っているものを、そのまんまドラッカーのドロップでぐーっと、えー、チャンネル1とかに持っていくことは、リージョン画面であればできるんだけれども、ミキサー画面ではできないんですよ。うん。で、 えーっとその対処法として、えー、新規トラックを立ち上げます。で新規トラックを立ち上げてリージョン画面で、えー、っとその新規トラックをあオーディオトラックねオーディオトラックとして出してで右クリックするといろいろ出てくるんですけどあのトラックの割り当てっていうメニューがあってでトラックの割り当てから、えー、っとオグジュアリーを選択してその任意の オグジュアリートラックを選択すると、そのトラックがオグジュアリートラックに変わるんですよ。選択したトラックに変わるので、リージョン画面にオグジュアリートラックを出すことはできるんです。で、それをすれば、例えば、えっ、ー、と、ボーカルのリバーブのオグジュアリートラックに選択し直せば、えっ、ー、と、ボーカルリバーブのトラックが新規に出来上がるので、 それを、例えば、ボーカルトラックの真下に配置したりとかっていうのをリージョン画面でできるんです。そうすると、もちろんミキサー画面にも対応しているのでえ、すっきりとこう整備された、あのー、ことができるんですよ。でも、手間じゃないですか。結構手間でしょ。で、プロツールスは、オグジュアリートラックを作ろうが、えっ、ー、と、どんなトラックを作ろうが、必ずリージョン画面にもミキサー画面にも出てきます。で、それをリージョン画面でもミキサー画面でも 任意の場所に移動することがでできるんですよこれめっちゃ便利なんですね。で、まあ他の DAW ソフトって僕触ったことがないんで、あのそことの比較っていうのはできません。うん。そこの、そことの比較は調べるつもりもなければ、比較を調べたことがないので、比較する材料もないので、比較する権利すらないですけど、うん。っていうのがあるんですね。 でそこもこうミックスをしていく上であぶっちゃけ曲を作ってる時っていうのはあのリバーブをとりあえずかけとこうっていうのはあってもあの別にどこにどこのトラックがあろうが関係ないですね僕からしたら、うん、そういうのを気にさられる方もいらっしゃると思うんですけど僕からすると別にいらないかなっていう、うん、なくてもそんなに苦労しない、うん、リネームさえできてれば OK かなとは思うんですけど ミックスともなると、リバーブを使う量も結構増えてくるし、それこそディレイもたくさん使うし、まあ、いろんなこうオグジュアリートラックを立ち上げるんですよね。バストラックをたくさん作ったりとかしていくんで、えー、元あったトラックの倍ぐらいの数になったりするので、そうなってくると、こう、グループ化したくなってくるんですよ。 その時に、まあ、色を変えたりとか、まあ、そういうことをしたりするんですけど、ドラムはドラムでここに固まっててほしい。だから、ドラムの中で、スネアのリバーブ、タムのリバーブとか、全体のリバーブとか、バスコンプとか、バスコンプをやるためのその、ドラムバスとか、えー、っと、キックはキックのバスとか、スネアはスネアのバスとか、結構出来上がってくんですね。それが、なんか、一色単にそこに、 ままとっっているっていいるうことでボーカルはボーカルでリバーブ複数使ったりとかディレイでいろいろ飛ばしたりとか、あのー、ダブルトラッキングするんで別でオグジュアリーで送ってとか結構オグジュアリー送ったりするんですよね。でそうするとやっぱ増えるじゃないですか。でボーカルに関するトラックはこの辺に固まっといてっていうことがオグジュアリートラックも含めてバストラックも含めてこうグッとまとめておきたいことってあるんですよ。 で、それが簡単にできてしまう。うん。本当に簡単。オグジュアリートラックを作った時点でもう割と理想な形になってるっていうことができるので、ここもね結構便利なところかなと思いますね。はい。でね、えっ、ー、と、プロツールスを使う理由3つ目。えっ、ー、と、ロジックと比較してのね。は、えっ、ー、と、ね、メーターかな。メーター類。いわゆるそのこういう みんなが見る、ミキサー画面とかで見るような、こう、メーターあるじゃないですか。ピークメーターみたいなやつ。デジタルメーター。あれを、あのー、設定で、いろんなメーターに変えられるんですよ。すごくないラウドネスとか、あ、すごく平たく言っちゃうとラウドネス VU とかえ、トゥルーピークも使えた気がするし、デジタルピークも使えるし、すっごい豊富な数あるんですよ。 で、しかもそれがマスターのメーターと各チャンネルのメーターで変えられたりするの。これ便利で、僕結構その、えー、っと、普通のチャンネル、普通のチャンネルストリップには、えー、っと、VU-18 っていうセッティングをしておいて、マスターはピークにしておいて、で、えー、っと、 マスターに送る前に一つのバスにツーミックスバスを作るんですよ。で、ーミックスバスを作って、そこは普通のチャンネルなんで、VU で動くんですよね。で、マスタートラックっていうのは、あの、普通のデジタルピークにしておけば、えっ、ー、と、一つのツーミックスを VU メーターとデジタルピークで、えっ、ー、と、両方モニターできるんですよ。これ結構便利なんですよね。うん。 なので、えっ、ー、と、それもね、僕の中ではプロツールスを使う理由になってくるかなと思います。はい。で、えー、っとね、最後。これはね、まあ、純粋にロジックに対する不満、不満っていうか、ロジックに対する不満を補う理由でもあるんですけど、パンポット。パンポットがロジック独特すぎるんですよ。それこそ、割かし最近になって、えー、っと、ステレオパン。 に対しても、ちょっと自由度が高まったんですけど、えー、っと、ロジックの場合って、一つのパンノブがであるんですね。で、モノラルであれば普通にこう、こういう風にパンポットをいじる。これは、まあ、基本的な考え方だと思うんですよ。基本的なね。基本的な考え方。で、今って、そのステレオ波形、 ステレオ音源に対しては、インターリーブっていう手法が使われてるので、一つのトラックで扱えるよっていう、まあ便利っちゃ便利なわけですよ。で、僕はあんまインターリーブを使わなくなってた時期もあったんですけど、っていうかね、ほぼ使わないですね、インターリーブは。うん。なんかわかりづらいから。 もうちょっと直感的に扱いたいなっていうところがあって、あんまり使わないんですけど、要はステレオ波形を1トラックとして扱えるよねっていう考え方なんですよ。これ便利じゃないですか。で、その時にロジックは、えー、っと、ステレオの、ステレオで1トラックっていう概念を持っている中で、パンポット1個なんですよ。で、それを昔は左右に動かすと、もう要はその左右の出力のバランスしか変えられなかったんですけど、最近は、あのー、ちゃんと、 ちゃんんととステレオトラックとして扱えるようになったんで,すよ、ね、でもいちいち設定を左クリック右クリックでパンポットを,をクリックして設定を変えないといけな,くい,けないの、うん、別にそれ自体はそんなに手間ではないんですけどちょっと癖があるんですよねでしかもロジックのパンポットって左右振り切りであの数字が違うんですよ実際にパンがそんなに誤差があるかっていう 定位感の誤差があるかって言われるとあんまりわかんないんですけど。なんか63と64みたいな。なんかそういうなんか独特な数字なんですよね。で、まあ、それに対してえー、っとプロツールスはあのー？ステレオトラックを1トラックとして扱いましょう。っていう時に、ちゃんと一つのチャンネルストリップにえー、っと右と左 l と r のパンポットがちゃんと出来上がるんですよ。まあ、これがまあごくごく自然かなって僕は思うんですけど。 うん、で、えっ、ー、と、それも、で、振り切りで100っていう数値。なんですよね。で、パンポットは、僕は、割と、音って物理だから、パンポットも、ある程度、目分量で決めていけると思うんですよ。うん。僕はね、割とそう思ってます。うん。数値で解決できることがあると思っていて、例えば、えっ、ー、と、L 側に、 L の一番こう外側っていうのかな L の一番外側にえっ、ー、とエレキギターを配置しましたとしましょうそれが60っていう位置だったと L の60という位置であったんであれば右の反対側ですよね反対側に置いたアコースティックギターも60でいいと思うんですようん基本的にはうん僕は割とそう思っていてなんか微妙に58である必要もないかなって思うんですよねうんそこは割と 物理かなっていう、うん、左右対称を求めてもいいのかなっていうふうに思ったりしてるんですね。うん。っていう意味合いで、まあ、調整幅が広いですよね。60っていう段階と100っていう段階で、えっ、ー、と、両方ともパンのその距離感がお互い100という概念であって、その100という概念の中でマックスが60なのか、 100なのかっていいいうこととを考えると段階が多いじゃないですかでもし60が、えー、とロジックの60いくつっていうのが、えー、とプロツールスと全く同じ60いくつの位置であればそれ以上外側に音を配置できないわけなので定位が狭いよねっていうことにもなってくるんですよ。なのでまあちょっとそこは独特だし実際にちょっと検証したことはないんですけどまあちょっと領域にこう幅があるので。 ロジ,ックのロジックに比べてプロツールスの方が。っていうところもあってロジックよりもプロツールスの方を、えー、ミックス用途で使うことが多いという感じですね。はいということで、えー、だ長々と喋ってしまいましたけれどもロジック と、プロツールスを僕は使い分けているわけなんですけれども、まあ、それぞれ、こう、違いと、えー、それから僕がどうしても使い分けなければならない理由っていうものがどうしてもあったので、まあ、そこについてお話をさせていただきました。はい。で、ちなみに、今ね、僕、もう一個、あの、ダウが欲しいんですよ。それが、えっとね、s t ですね。はい。で、スタジオ t u を保有しておきたい理由っていうのが、二つあって、 こは、えー、ライブレコーディングのライブのマルチレコーディングのために持っておきたいっていうのが1点です。はい。えー、っとね、ライブレコーディングについて、えー、っと少し学びをね、得る機会っていうのが多くて、これなんでかっていうと、まあ映像を収録するという仕事をするときにライブ収録でマルチレックしたくなるんですよ。基本的には僕、ズームの H6 という、えー、ハンディレコーダーダを保有してましてこれはまあえー、っとアナログで4チャンネル収録することができたりするんですけれどもまあ卓から2ミックスをもらうっていうのは最低限カメラマンはできなきゃいけないかなと思っているんですねでまあそれはできるんですよ今は割とデジタル時代なので、えー、っとデジタルミキサーを使っているライブハウスが多いんですよねでだからイーサネット1本で えとマルチトラックレコーディングができる時代になっているんですよ。ただ今までちょっとよく分かってなかったんですけどこう仕事していく上でねいろんな PA さんとかとお話しする機会にも恵まれて要はそのイーサネット1本要はその LAN ケーブル1本でマルチトラックレコーディングができるということについてこう学びをねいろんな人にお伺い立てて学ぶことができたんですよ。実際に調べることなく、うん、で そうやっていろいろ話を聞いてると、やっぱスタジオワン軽くていいよっていう話をね、かなり聞いてきたんですね、うん。で、実際レコーディングしてる風景も見せてもらったこともありますし、っていう中で、あ、スタジオワンいいなっていうところがまず1個。で、もう1個は、えっ、ー、と、マスタリングをするとき用に、スタジオワン持っときたいなっていうところなんですよね。えっ、ー、と、CD マスタリングをするときに、DDP、DDP、DPP、 まあ、そうあのね、CD マスタリング用のデータを書き出すっていうシチュエーションがあるんです。今でこそかなり減りましたけどね。CD マスタリングしなくなったんですけど。で、昔は、ロジックプロ9についてきたウェーブバーナーっていうのを使えたんですけど、今わざわざ使わないんですよ、ウェーブバーナー。アップデートもしないし。まあ、えっと、引っ張り出せば使えるんですけど。で、 スタジオワン、その DPP だから DDP、最近使ってないからどっちだっけ ?DPP、DDP をスタワン出せるんですよ。めっちゃ便利でしょっていうのがあって、マスタリング用途に持っておきたい。今僕はロジック、プロツールスっていう二、ね、段構えでやってるんですけど、えもう作曲はロジックでやって、ミックスはプロツールスでやって、えマスタリングはスタジオワンでやるというのが今の僕の理想形です。 はい。そうですね。そんな感じです。はい。で、最後、本当最後の最後に、皆さんに注意喚起じゃないんですけど、よくうー、YouTube チャンネルであったり、こう、ブログとかであったり、なんかこう、DAW ソフトを全部こう、比較して、あなたにおすすめの DAW を、みたいな、いう動画だったりとか、ブログあったりするじゃないですか。で、僕、いっつも疑問に思うことがあって、 なんかすべての DAW ソフトを、その、語れるまで使いこなしたことがあるんかなっていう、いつも疑問に思っちゃうんですよ。うん。僕の場合は、プロツールスとロジックしか責任を持って話せないから、まあ、今回、えー、プロツールスとロジックっていうことについて比較の、僕がなぜ使い分けるかというテーマでお話をしてきたわけなんですけれども、 例えばそのロジックしか使ったことない人がキューベ s スだのデジタルパフォーマーだのエイブルトンライブだのなんかあれこれを全部こうバーッと並べて比較するのってできるのかなっていうことなんですよね。もちろんこう体験版を1ヶ月使うとかアカデミック版みたいなものとかあのライト版簡易版とかを使うっていうのは簡単だと思うんですけど なんか使いこなして初めて見えてくるものたくさんあるんでせいぜい比較検討できるのって価格だけなんじゃないかなって思うんですよね。で例えば QBase、えー、ユーザーはここを気に入って使っていることが多いよっていうのってあの人づてに聞いてることなのでなんかそれわざわざあなたがやることかなとかって思っちゃうのね。だから ダウソフトどれにしよっかなって考えてる人はあの可能な限り使ってる人の話を聞いてください絶対にうんその方がいいと思いますで結構乗り換え乗り換えでスタジオワンに行ってる人とか乗り換え乗り換えでキューベースに行ってる人とか結構いるんでそしたら乗り換えてきた失敬 <laughs> <laughs> ちょっとお茶飲みますね 冬は乾燥するね乗り換えてきた経歴があるはずなんでそしたらじゃあキューベースに乗り換えた理由っていうところでロジックとキューベースの比較ができるよねとかプロツールスとキューベースの比較ができるよねとかデジタルパフォーマーと比較ができるよねっていうことになってくると思うんですよだから、えー、と自分が獲得する情報はかなり精査して、えー、と獲得した方がいいと思いますこれカメラとかも一緒ですけどね これ最後注意喚起というところで。えー、まあ、ということで本日はプロツールスとロジックを僕が使い分ける理由、えー、DAW ソフトを使い分ける理由というところでお話を進めさせていただきました。えー、ぜひなんかこう、多少でもね、参考になった方ぜひ、えー、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。えー、そして Twitter と Instagram のフォローもぜひよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。熊沢でした。